引っ越したばっかりやこれ。引っ越して近所の初めてのバー行って、なんか雰囲気のいいね、ほんまにひげ面の子見せ誰もおらん、ちょっと 赤い気味のバーがあって、千枚5席ぐらいのカウンターだけどと入って、ほんなんもういい感じで、全然あのこっちが喋る前から話しかけてきはれん、うんと何にいたしますか、もう全然おっしゃらない、こうメニューをすっと進んで見て、何々、ほんで俺としてはもうそのね、政治談義をしたいわけ、政治談義っていうか、この今日あったことをね、どう思うかっていうのを聞きたいわけ。でもやっぱ大人のたしなみでこう、あのね、今日本当に腹立ってっていうのを抑えて、スッとやっぱ入っていかなあかんと思って、僕は最近引っ越してきたんですよ、この辺に。ああ、そうですかって。あの僕あんまりリアクションしはれへんから、あ気づいてはれへんのかなって思ったら、あいつも見せていただいてますみたいな言って、ああ知ってはったん、知ってはって、そのリアクションとはなかなか大人やなみたいな思って、でいろいろ喋ってて、あの今日あのね強豪採決、テレビで強豪採決こうこうこうっていろいろ自分思い言って、ほんなもう本当にこう寡黙にこうグラス拭きながらなんかこうしながら、うん、はいはいはいって言って、ずっと聞いてくれんねん。で、どうですかみたいな言うやんか。ほんならもう、まあいろいろありますよねっていう、一番分かってないやつの返しやねん、それも。一番理解できてへんやつの、俺もバーいきなり出るから分かんねん。あのね、話題自分全然知らんアホな返し。ただ落ち着いてるだけで、いろいろありますよね。っていう。どっから二の子がないの。